動画ご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、突然あの人が素っ気なくなったのはどうしてなのかということで、お相手の方がですね、あなた様に対してや周りにはそんなことはないのに、あなた様に対してだけ素っ気なくなったのは一体なぜなのかっていうところをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思いますが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはですね、この場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひね、皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、早速リーディングを始めてまいります。本日もよろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいりますが、選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらの Fall into my arms ということで、母なる腕に抱かれるというカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、トラストザタイミングということで、タイミングを信頼するというカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのですね、スターアンセスターズということで、星の祖先というカードになっています。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらの Fall into my arms というカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、突然あの人が素っ気なくなったのはどうしてなのかということで、まああなた様に対してや周りにはそんなことないのに、あなた様にだけ、ですね、素っ気なくなったのはどうしてなのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まあ素っ気なくなったのがどうしてかということで、今回は気持ち、状況、そして何か新しい、まあ異性の、まあ人の存在っていうところでね、見ていきたいと思いますので、まずあなた様へのお気持ちと、まあ何か状況に変化が起こったからなのか、それとも何か新しい人がね、存在してきたからなのかっていうのを見ていきます。はい。そしてね、それらを踏まえて、今後ね、また仲の良かった時の状態に戻ることはできるのかどうかっていうところもですね、見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめに、お相手の方の何かがね、変化したということで、まあ、お気持ち、あなた様に対するお気持ちと、状況の変化があったからなのか、それともね、新しい存在ができたからなのか、こちらをね、見ていきたいと思います。ではですね、見ていきたいと思いますが、まずですね、こちらがお相手の方のあなた様に対する今のお気持ちで、こちらが状況に何か変化があったのかっていうことと、新しい存在ができたのかどうかっていうことを表すカードです。まあこういった全体を見ながらですね、そっけなくなったのはどうしてかっていうのを見ていきます。
はい。意外と、うん、うん、なるほど、はい、クラリティ、あ、うん、なるほどね、見ていきたいと思います。まず新しい存在の理由ではないということですね。新しい存在ができたからあなた様に対して素っ気なくなったっていうわけではないと。で、気持ちのところを見るとフールか、なるほど、フールの逆位置ですので、まあそうですね、まあ、気持ちにじゃあ大きくね、変化があったかっていうと、まあどういう系の変化かっていうと、なんかこう嫌いになったとかとはまたちょっと違うんですね。なんかね、弱さを隠そうとしていらっしゃる、のが素っ気なくなった理由かなと思います。で、その弱さのね、陰には、まあ、例えば悩みがあったり、苦しんでることがあったりですね、本来だったらその弱みも見せてほしいんだけれども、そこをあなた様には見せたくないっていうところで、ちょっと、見栄を張ったり、意地を張ったり、強がったりっていうことをしていらっしゃっていて、状況の変化としては、本当はね、そっけない態度じゃなくてね、ここの、楽しかった時の自分でありたいんだけれども、それがなんかこう、自分で、その時の自分を出せなくなってしまっているっていうのが出ているので、それが原因だと思います。はい。なので、ちょっとお伝えしていくんですが、まず上のカード見ていきます。お相手の方のあなた様に対するお気持ちということで、ここですね、見ていくんですが、根本的な気持ちっていうのは変わってはいないと思います。エンジェル・オブ・バランスっていうカードで、バランスの天使っていうことなんですが、まあ、バランスの天使ですから、バランスが保たれているっていうことですね。だから、あなた様に向けた感情であったり、気持ち、思いというところに関しては、バランスは崩れていない。これ、バランスが崩れているのであれば、例えば、以前は好きだったけども、今は全然そんな気持ちがないとかね。すごく情熱的だったけども、それが冷めてしまった。これ、バランスが崩れている状態ですね。でも、このバランスの天使というところですから、バランスは一定なんだということで、あなた様に向けた、その気持ち、思い、感情っていうところに関しては、同じなんですね。ただ、ここにいいですね、次に見ていく、なんかこう、お相手の方としては隠したい弱みみたいなのが乗っかっちゃって、この気持ちっていうのを素直に出せなくなっちゃっているっていうのが出ているんですね。それがここで、ちょっと取れないですけども、はい。ソードの5というカード、これ正位置になりました。これがですね、正位置になった時の意味なんですが、まあこれね、強引な態度とかですね、まああとは容赦しないとかですね、まあ目標のためならですね、手段を選ばないっていうようなカードになっていて、ちょっとこう、荒々しさをね、表すカードで、だからお相手の方ね、そもそもその嘘をつくのが下手な方でもあると思うんですね。なんか嘘を平然とつける人もいれば、嘘をつくとね、なんかこう明らかになんかこう、顔引きつってますけどみたいなね、もう嘘発見器使わなくてももうバレますよみたいなね、それぐらい下手な方いると思うんですけども、お相手の方は結構そっちに分類される方なのかなと思います。なので、まあそういった部分で言うと、何かこう隠していることがあるわけなんですね。で、隠していることがその新しい存在なのかっていうと、これはま、最初にもお伝えしたように、これは違うんですね。じゃなくて、あなた様に知られたくない弱みみたいなことなんですね。で、これが何かっていうと、例えばスランプに入っちゃったとか、何かこうミスをして恥ずかしい思いをした、不名誉な出来事を経験したとか、何かこう自分のことがうまくいっていないとかですね。そういったことです。それを隠したいんだけども、隠し方が下手で、なんかこう、うまくね、なんかこう、悩んでいるのに、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、みたいなことを言えないから、もうツンとするしかできないみたいなね。とにかく悟られないようにするために、あなた様に近づいてこられたらバレちゃうから近づかないように素っ気なくっていうね。もうだいぶ荒々しい作戦というかね、戦略を取っていらっしゃるだけなんですね。だからそこがね、正直言うと素っ気ない。くしている理由だと思います。で、他の人には別にその弱みみたいなところを、まあ別に知られていいっていうわけじゃないけれども、知られても別になんかこう、逆になんか恋愛対象とかではないから、例えばそれでなんかかっこ悪いなとか幻滅されても、まあそこまで痛くはないんだけれども、
あなた様のことを意識しているからこそ、なんかこう、格好つけたいというかね、いい格好をしたいから見られたくないので、そっけなくしているみたいなね、ところがあるんだと思います。で、ここですね。まあ、弱みから来ることなんですが、フールというカードの逆位置です。愚者というカードの逆位置ですが、このカードが逆位置になりますと、自信のなさであったりだとか、焦りや不安ということで、この自信のなさや焦りや不安を隠すために強気な姿勢を見せていて、その手段が素っ気ない態度っていうことだったんですね。だから、根本的な気持ちは変わっていないんだけど、弱みが発生してしまい、隠さなきゃっていうね、焦りが素っ気ない態度を生み出しているということですね。で、状況の変化に関しても、なんかこう大きく変わったっていうわけではないんだけれども、まあ本当はね、まあここですね、状況としてもこのディライトっていうカードが出ていますけれども、これ喜びですね、2羽の鳥がいる通り、これがお相手の方とあなた様だと思ってください。2人が喜びとか楽しく過ごしていた時の状況をまた本当は作りたいっていうふうに思ってはいるんだけれども、そこに弱みをね、伴うような状況が発生してしまったので、ここですね。はい、こちらのカードがですね、カップのエースっていうカード逆位置です。このカードはもともと正位置の時にですね、愛の象徴なんですね、カップというのが。だから愛が豊かになるとか、愛の始まりとかを表すんですが、逆位置になりますと、ですね、報われぬ愛ということであったりだとか、まあ、愛の試練っていうことをね、表したりだとか、まあ、あとは感情をコントロールできないっていうね、意味のカードにもなりますので、まあ、いわばですね、今、こう、とても恋愛ができるような、キャパシティがなかったり、恋愛ができるようなメンタルではなかったり、恋愛ができるほどの余裕がなかったり、自分じゃなかったりみたいなところがあるので、恋愛を意識しているあなた様からはちょっとこう遠ざからなきゃっていうことで、まあちょっと遠ざかっていらっしゃると。まあ遠ざけるために、まあ素っ気なくしていらっしゃるということなんですね。で、早くなんとかね、この状況を抜け出したいんだけれども、忍者っていうカードが出ていて、このカードはですね、まあ、自分と向き合うとか今後のことをじっくりと考えるっていうカードの他に、一人で、ですね、こう静かに過ごしている。本当は誰かに相談したいんだけども、相談するのも苦手な方なんですね。まあ、そもそもなんかこう人のアドバイスを受け入れるっていうのがあんまりこう、できないというか抵抗のある方だということもあるかもしれません。まあ、それだけのプライドがあってね。だからついつい一人でこう考えているんだけれども、まだそこから抜け出すね、脱出策というかね、解決策みたいなのが見出せていなくて、で、状況が変わっていないから、あなた様に対してもまだね、こう恋愛を意識しているから、まだそれはちょっと考えられないから、みたいな感じで、素っ気なくして近づいてこないようにしているっていうことですね。そこが理由だと思います。で、一応その新しいね、存在のところについてはないっていうふうにお伝えしましたが、こちらもね、見ていきたいと思います。まずここですね、見ていきますが、太陽っていうカード、サンっていうカード逆位置です。まあ、太陽というのは明るさ、元気をさ、活気、活発、エネルギーとかをね、表す象徴になります。が、逆位置になりますと、もうエネルギー不足ということであったりだとか、あとはですね、まあ、方向性が見出せないとかですね、まあ、明るく考えられないということで、まあ、そもそもね、じゃあ元気だったら他の人作るのかっていうとそういうわけじゃないんですけども、そもそもなんかその新しい人とかに目を向けている余裕もないし、その元気もないし、そんなことやってられませんみたいなね、し、まあ、そもそもその気がないということですね。他の人を作るっていう前向きな気持ちをこれ太陽が沈んでいるっていうことですから、そこはね、ないと、いうことですね。あとは、クラリティっていうね、カードも出ていますけれども、明瞭とかですね。まあ、明らかみたいなことですけれども、だから、まあ、何かこう、濁ったことはないということですね。これ、綺麗な、この、水滴がね、描かれている通り、何かこう、濁ったこと、だから、やましいこととか、隠していることとかね、異性の存在を隠しているとか、まあ、そういったことはないですよ、ということを表すカードも出ているので、新しい存在ができたっていうのが理由ではないかと思います。はい。ではですね、次に、お相手の方とね、その仲が良かった時の状態に戻ることはできるのかというところをね、見ていきましょう。
ではですね、見ていきます。今後ですね、また仲が良かった時の状態に戻ることはできるかというカードです。なるほど。できるかなと思いますけれども、ちょっと時間はかかるというのは出ております。なのでね、ちょっとお伝えしていくんですが、最終的にできるっていうふうにお伝えしたのが、ここのカードが出ているからです。ライトっていうカードですね。光というカードになります。光が差し込むということですね。今の状況では、そっけなくされて、ああ、もうダメかも、とかですね。いつまでこんなそっけない態度を続けられるのかなっていう、この不安という暗闇のトンネルの中をずっと歩き続けているような感じかもしれないですが、そこに、光が差し込むということですから、またね、仲良くですね、楽しく、先ほどのディライトっていうのがありましたけどね、そういった、あなた様自身が、日の目を見るというかですね、スポットライトが当たってですね、明るい状況ですね、こう輝くことができると。お相手の方からまたね、こう、そっけない態度じゃなくて、愛を感じるようなですね、態度とか対応をしてもらえて、すごくあなた様自身も輝くようになるというのは出ているので、なかなか良かった時の状態には戻れるかと思います。が、時間がかかるっていうふうにお伝えしました。それはですね、ここが出ているからで、ワンダリングパスっていうカードで、曲がりくねった道っていうね、そういったね、歌あったと思うんですけれども、そういったカードも出ております。はい。で、このカードとしてはですね、本来計画していたこの地図ですね、地図のルートとはちょっとこう外れてしまったと、いうことですね。お相手の方としても想定外のことが起こってしまい、そっけない態度を取ってしまっているっていうことなんだと思うんですね。ですので、ここからは、ちょっとこう地図通り、地図を見てもね、もう地図通りのルートじゃなくなってしまっているから、そのね、道を外れた、この曲がりくねた道をこれね、enjoy the journey ということで、旅を楽しんでいってくださいと。なかなかそっけなくね、されている状態を楽しむっていうね、そこまでのちょっとこう、M 気質なね、方じゃないとそこは難しいと思う。そういう意味じゃなくてですね、いわば、このね、ちょっとそっけない態度をされてはいるけれども、まだこれから続いていくんだということで、例えば自分自身の中でも恋愛に対するちょっとこう優先度をね、今はちょっとお相手の方にこう対応しようとしてもですね、こうそっけなくされるから、じゃあちょっとこう優先度を今下げて別のことをしながら、全体の人生、恋愛以外の部分の全体の人生を楽しむとかね、そういった形で今はちょっとこうルートがね、違うルートに入ってしまっているからね、なかなかこう自分の思い描いた通りにはなってはいないけれども、そこで心配するんじゃなくて、楽しめるか、その人生も楽しめるかどうかっていうことが、最終的にライトが当たるということですね、につながっていくということになります。ザ・ロイヤル・ユーというカードですけれども、これもね、自分に忠実にということですから、自分の今やりたいこと、もう本当に自分のこの願望、本能とかに忠実に、全力でね、こうやりたいことをやっていてもいいということですね。むしろそれぐらい自分のね、本能とか願望とかに素直にね、行動していた方が、最終的に明るい結果につながっていくよというですね、カードも出ているので、ちょっとそういった形でね、曲がりくねった道を楽しんでいくということが大事になってくるかなと思います。はい。そしてですね、最後こちらも見ていきましょう。選択肢のカードでメッセージです。このカードのメッセージは、fall into my arms。母なる愛に抱かれるということですけれども、このカードのメッセージは、サレンダー、委ねるっていうことであったりだとかですね、holding the opposite。ということで、こう、人間のですね、両極性をですね、愛すと、二面性というね、カードになっています。ですから、その人にはですね、誰しもいいとこと悪いところがあると。いいとこを愛するっていうのはたやすいことだけれども、いかにこの悪いところ、短所とかですね、欠点とかですね、そこをも愛せるかっていうことが重要で、そこを愛していくことが重要なんだよっていうことになります。ですから、今はそのね、お相手の方のその欠点の部分ですね、短所の部分が出てきてしまっているかもしれないけれども、そこを愛せるかどうか。母というのはね、母の愛、腕に抱かれるというのはね、この母の腕に抱かれて赤ん坊がいるわけですけれども、母というのはですね、子供のもちろんいいとこだけじゃなくて、悪いとこを全てを含んで愛していく存在。だからそういった形でですね、お相手の方のこの二面性がね、もうちょうど今見えている状況だとは思いますけれども、そこを愛していけるかどうか。ということがすごく大事だよっていうことを伝えてくれているので、参考にね、していただけますと幸いです。はい。はい。ということでね、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もですね、いただいているご質問をお答えしていきたいと思いますが、男性心理の解説です。今回いただいたご質問がですね、もう明らかにですね、ちょっとこう馬鹿にされてるようなちょっかいをかけてくる人がいますと。
このね、真理っていうのは何ですかというご質問をいただきました。ご質問ありがとうございます。まあ、これはね、もうズバリね、自信がないんだと思います。うん。自信とか余裕がない。うん。うん、だと思います。というのも、まあ、やっぱりこう、自分にね、まあ、余裕のある男性ちょっと想像してみてください。そんなね、女性をバカにするようなちょっかいとかってかけてこないと思うんですね。なぜならば、そういったね、ことをして、ですね、女性の方がどんな気持ちになるのかっていうのも余裕があるからわかるし、ね、そんなことをしても何にも自分に対してメリットはないわけですね。うん。むしろこれ敵を増やすようなことじゃないですか。人をね、バカにするようなちょっかいをかけるっていうのは。うん。だから、あえてそんな敵をね、作るようなことを、まあ、しても何の意味はないなっていうのもね、余裕のある人だったらわかるんですけども、余裕がなかったり、あんまりね、ちょっと女性の経験がない。うん。っていうのが、まあ、出ていてですね。で、ちょっとでも、だからこそね、ちょっとでも自分がこう、女性を見下して、自分は優位に立っていたいみたいなね、その優越感に浸りたいだけなんだと思うんですね。ですから、まあ、そういったね、ちょっかいをかけてくる人に対しては、もうね、鼻で笑ってやったらいいと思うんですね。もう何て言うんですかね、この鼻の中にね、ある空気をもう全部出すぐらいの、はぁぐらいのね、へぇみたいな、へぇみたいなね。冷や笑いしたらいいと思います。冷や、H-E-R-E、ここって書いて冷や、ヒャーみたいなね。もうそれぐらいで、もう鼻で笑ってやったらいいと思います。うん。ただね、注意しなきゃいけないのは、このね、ヒャーってやった時に、鼻くそが出ないことがですね、注意点です。そこがね、出ちゃうとね、そこをね、また馬鹿にされてしまいますから、そこだけにはね、注意して、まあ鼻でね、笑うぐらいの、対応でいいんじゃないかなとは思います。はい、ということで A をねお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますので、よかったらですね、ちょっと覗いていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのトラスト・ザ・タイミングというカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマはですね、突然あの人が あなたにそっけなくなったのはどうしてなのかということでね、お相手の方があなた様やあなた様に対してだけ、周りにはそんなことないのにあなた様だけにねそっけなくなったのはどうしてかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、ですね、まあ、そのそっけなくなった理由を見ていくということで、あなた様に対するお気持ちと何か状況の変化があったのか、そして新しい何か存在が現れたのかっていうのをまず見ていきます。そして今後ですね、またその仲が良かった時の状態に戻ることはできるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはお相手の方のあなた様に対するお気持ちや状況の変化、そして新しい存在ができたのかどうかっていうことですね、こちらから見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、上のカードですね、こちらがお相手の方のお気持ちですね、そして状況の変化があったのか、そして新しい存在ができたのかっていうカードになっています。これが全体を見ながらですね、そっけなくなったのはどうしてなのかっていうのを見ていこうと思います。あー、なるほど。はい、ではですね、見ていくんですが、まずちょっと結果からお伝えさせていただくと、新しい存在っていうところを表すカードが出ているんですね。で、だからそれに比例というか、そこに引っ張られてあなた様への気持ちっていうのが、そうですね、まあちょっとこう乏しくなってしまっているっていうのが出ているんですね。なので、ちょっとね、このあたり見ていきたいと思います。はい、ではですね、まず見ていくんですが、まず上のカード、あなた様へのお気持ちというところからですね、見ていきますが、まずここですね、見ていきます。ファイナンシャルコンストレインツっていうカード、経済的な制約っていうカードになります。本来ですと、これ描かれているのが金庫になりますね。金庫に金貨が1枚しかないということで、まあお金に余裕がない状況とか、まあお金に乏しい状況を表すカードになりますが、今回はお気持ちというところで見ていますから、まあちょっとこう気持ちが乏しくなってしまっているということですね。あなた様に対する情熱や熱い思いというのがちょっとこう少なくなってしまっているということなんですね。で、その、まあ、理由というか、なぜなのかっていうところなんですが、ここですね、ちょっと見ていきますと、多分ね、これもね、意図していないと思うんですけれどもね、あなた様としては、ソードの3っていうカードが正位置になっています。このカードがですね、正位置になっていますと、悲しみとかですね、心の痛みということでね、まあ、鳥さんにこう、剣がぐさぐさぐさって刺さっていて、このハートの部分からもね、ちょっとこう、傷ついているような姿がある通り、なんかね、何気ない一言、全然あなた様としてはそんな意図はないと思うんだけれども、何気ない一言がちょっとお相手の方の心にぐさっと突き刺さったり、ちょっとこうプライドを傷つけたりだとか、なんかこう、実はまあね、表面上ではって笑っていたけれども、心はこう泣いていたみたいなですね、なんかそういうことがあったのかなと。いうことですね。ウィークポイントを突かれるっていう意味のカードでもありますから、なんかこうお相手の方が気にしていたところをですね、弱点を突かれたというかね、気にしているところを突かれたみたいなですね、なんかそういったところもあったのかなと。でもこれはね、あなた様も傷つけたろうと思ってね、傷つけたわけではないと思うので、なんて言うんでしょうかね、この、意図したことではないとは思うんですね。で、次にこの真ん中のカードですが、ワンドのキングですね、これ逆位置になっています。このカードですね、逆位置になりますとですね、まあこれもですね、まあ孤独な戦いということであって、まあ孤軍奮闘するっていう意味のカードですから、まあちょっとそういったこう傷つけられたことが あったので、まあまあ知らず知らずだと思うんですけどね。あったから、あなた様と今ね、こう協力したり二人でいるというよりかも一人でいたいみたいな、一人になるし、みたいなね。ちょっとこう孤独の道をあなた様に対しては選ぶというかね。今は関わったり交わったりしようとするんじゃなくて、ちょっとこうね、それぞれでとかバラバラでっていうことで、まあちょっとこう、そうですね。ちょっと突き放す意味合いでの、そっけない態度なのかなと思います。で、そこからね、新しい存在っていうところを見、ちょっと先にこっち見させていただきますけどもね、おそらくこの存在があったんじゃないかということで見ていくんですが、ここですね、カップの2というカードが出ました。まあ、このカードとしてはですね、まあ、協力的なパートナー、っていうことであったり、運命的な
出会いとかですね、思いが通じるっていうことを表すカードで、まあ、あとは円満な関係とかも表しますけれども、まあ、ですからね、まあ、そういった、こう、傷ついた中で、出会ったか、もしくは、その、なんだろうかな、多分ね、あなた様としても別にウィークポイントは徹底的にね、こう、つっついたとかじゃなくてね、多分、お相手の方のことを思って言ってあげたことなんだと思うんですね、多分。例えば、お相手の方の今後の成長とか、なんかこう、道を外さないためだとか、なんだろうかな、本当にこう、お相手の方のことを思って、言ってあげたことなんだと思うんですね。でも、なんだろうかな、まあもしかしたら、こう、キングっていうのが出ていますのでね、まあ王様っていうのはこのね、プライド、いい意味のプライドも悪い意味のプライドも表すことがありますから、まあプライドが高いので、それがなんかこう、傷ついたみたいなところでね。だから、こっちの人はどっちかというとね、ちゃんと必要なことを言わずに、まあ、どちらかというとね、お相手の方を甘やかせるというかね、なんていうかな、こう、ぬるま湯で、過ごさせてあげるというか、なんかこう、温室でね、なんかこう、育ててあげるみたいな、なんかそういうね、ところに多分居心地の良さを感じて、もしかしたら今はこっちの方にね、気持ちが、由来でいて、だからトラストっていうことですね。信頼っていうカードですけれども、今自分が信頼するべき人はこっちの人なんだみたいなね。でも、本当の意味でちゃんと気づけばこっちの人じゃないっていうのはわかるはずなんですね。けれども、まあそれもですね、なんかこうまだ気づくことができていなくて、あなた様のこの伝えてあげたこと、アドバイスとか、まあそれこそ助言とかね、本当に思って、言ってあげたことの意味がまだ理解できていなくて、なんかそれよりもこう楽な道というかね、ぬるま湯の方を、ぬるま湯という言い方ちょっと失礼ですけどもね、お相手の方にとっては居心地のいい方をね、今は選んでいらっしゃるっていうのが素っ気ない理由なのかなと思います。でですね、状況の変化ですが、まあだからね、まあもともとね、状況の変化ということで、見ていくんですけれども、まずね、ここ見ていくんですが、特に状況の変化ではないと思うんですね。ワンドの2っていうカードが出ていて、これはね、目標の設定っていうカードで、何かこう目標をね、立てて、それを目指していらっしゃったんだと思うんですね。だけれども、客観的に見ると、いや、ちょっとそれ高すぎないか、ハードルっていうぐらいの、なんか大きすぎる目標を立てていらっしゃったんだと思うんですね。これもプライドがあるから、なんかこう、周りに負けないように、周りよりもこう、一歩か二歩か、こう、抜きんでた目標っていうのを立てていらっしゃったのかもしれません。実力は全然伴っていないのに。もちろん大きなことを目指すっていうのはいいんだけれども、やっぱりでも現実的なところをクリアしていかないと、それは挫折につながってしまうわけで、けれども、お相手の方はなんかこう、高い目標を目指していた。だけれども、それが、まあ、うまくいかなかったわけですね。なぜならば、自分の実力に見合った目標よりももうはるかに超えるものを目指していたから。だからこそ、あなた様としては、いや、まあそれも大事だけども、こうこうこうで、例えばもうちょっとこういった現実的な目標をした方がいいんじゃないとか、ちょっとそれをじゃあ達成するんだったら本当はまあこうした方がいいんじゃないみたいなね、こういった別にだからあなた様悪魔じゃないと思うんですね。ちゃんと親身に相談に乗ってあげたりアドバイスをしたことがなんかこうね、傷つかれて、もう一人でやっていくからみたいなね、それでちょっと楽な方に今逃げているし、結局この目標も目標で、今目指しているだけで全然このその場所から全然動いていないわけですね。目標にこう近づいているところはずっとこの場所に留まっていると。なんかね、そういう状態だと思います。実際にそれを表すカードも出ていて、ここなんですね。カップのですね、こちらですね、カップの5というカードで、このカードとしてはですね、カップの5ですね。カップの5ですね。このカードは再生復活、どん底からの再起っていうことなんですけれども、なんとかね、まあ挽回しようと。復活していこうと。ね、ずっと留まっている状態から、ちょっとでもね、目標に近づこうとはしているんだけれども、結局はそのやっぱ目標よりもね、今なんかこう自分の居心地のいい場所を見つけて、目標じゃない、こう、よそ見をしている状況なわけですね。
だから結局は動けていないし、まあ今はね、短期的に見れば楽しい時間過ごしているかもしれないけれども、いずれまたね、こう目標を目指さない、近づいていないっていうのが分かると、多分こっちの関係にもね、またひびが入るというか、また影響が出てくると思うので、結局はやっぱこうね、ちゃんとこう現実的なところを見なきゃいけないのに、なんか現実逃避をしているっていう状態だと思います。で、コミュニケーションっていうのが出ていますけれども、まあですからね、まあコミュニケーションで、まあこれは状況の変化ですから、そうだな、まあ、再生復活っていうのがある通り、まあだから、まあ、まだね、あなた様の言ってくれたアドバイスとか助言っていう大切さが気づいてないんだけれども、ちょっとあのコミュニケーションの取り方はまずかったなと。例えば、まあ、あなた様に暴言を吐いたり、それこそ無視をしたまま放置していたりとかね。まあ、あとは何のかな。一方的になんかこう、なんか聞き入れなかったりね、あなた様の話とかを。だからそのやり方はまずかったなと。でも、今なんかそう自分をそれをね、自分を肯定してくれる人がいるから、なんかそこをまだ反省してるようで反省してないみたいな、なんかそういう状態だと思います。はい、ではですね、次に、またね、仲が良かった時の状態に戻ることはできるのかというところをね、次に見ていきます。ではですね、見ていきたいと思いますが、またね、仲の良い状態の時に戻れるのかっていうカードです。ちょっと見ていきますね。はい。だからここまでの流れで言うと、これですね。はい。ここから見ていくと、あと、まず結論としては、戻るっていうことなんだけれども、まあ、その前に起こることっていうことだと思います。You are gifted っていうカードです。これは、あなたは聡明です。才能に溢れますっていうカードで、いわば、お相手の方があなた様の伝えていた本当の意味を理解できたり、自分の過ちを、まあ、認めるというかね、自分が間違っていたと、いわば認識できるようになって、ようやくあなた様の価値、ありがたさ、存在の大きさ、重要性、とかですね、そういったものに気づく時が来るっていうことなんですね。ですから、自分が間違った道に進んでいたっていうことも同時に気づかれるんだと思います。その時にあなた様が言っていたのが正しかったとか、あなた様との道が正しかったということに気づかれて、仲の良かった状態っていうのが戻ってくると思います。で、あとはこちらのカードもそうなんですが、ウェリングリリースっていうカードですね。まあ、ウェリングっていうのは前向きに積極的にっていうことで、まあ、積極的にね、まあ、解放するっていう意味のカードですが、まあ、このタンポポのですね、この綿毛が風に流されていってるように、いわばこれは一つの巣立ちとか卒業とかも表します。ですから、まあ、卒業とか、あとは脱却ですね。ですから、まあ、ちょっとこう甘い方向とか楽な方向ばっかりに逃げている。まあ、現実逃避してしまう。まあ、ちょっとこう逃げ癖のあるね。自分からですね、こう抜け出す。まあ、脱皮する。脱却するみたいなね。それが、お相手の方に訪れてくるわけですね。そうなった時に、ようやくあなた様の言っていたこと、してくれていたことの価値とか重要性というように気づいて、仲の良かった時の平穏な状態が訪れると。で、これがね、ピント合わってないですね。どこが見えるかな。はい。49という数字が描かれているんですね。ね、だからそういった意味で言うと、まだちょっとこう、50日ぐらいかかるわけです。あなた様の言っていたこと、やってくれていたことを、に気づくのに。ですから、そこまではね、あなた様が何度か働きかけて気づかせるんじゃなくて、自分で気づかせた方がいいと思います。
だからこのカードが出ていて、サレンダートゥーザジャーニーっていうカードで旅に委ねる。これもリリースコントロールってことでね。コントロールすることをリリースするっていうことですね。うん。ですから、お相手の方に何とか自分の言っていることをね、理解してほしいとか、お相手の方を変えてあげたいとかね、今の状況を変えたいというコントロールは今手放した方がよくて、自分で気づかせないと、やっぱこう成長につながらないから、その成長とか気づきに、が起きる前に待ってあげた方がよくて、その時にようやく自分でね、このあなた様の価値に気づいた時に、深い関係が、お二人のね、間での深い関係がまた生まれてくるよというのが出ておりましたので、まあ、最後のね、このメッセージのカードもそうですね。トラストザタイミング。タイミングを信頼すると。まあ、ここのタイミングですね。ですから、自分でタイミングを追いかけていくのではなく、ですね、素晴らしいタイミングが訪れることを信頼して、そのタイミングを待っていた方がいいと。いうことがやっぱり出ているので、うん、ちょっとね、今はお相手の方に自分で気づかせて成長させてあげるですね、その期間にした方がいいと思いますから、そこをね、しっかりとですね、過ごすことができれば、仲の良い状態というのはまた戻ってくると思います。はい。ということでね、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回も男性心理の解説ということで、いただいたご質問をお答えしていきます。今回いただいたご質問は、馬鹿にされているようなですね、ちょっかいをかけてくる人がいますと、男性がいますと、これどういう心理ですかということなんですけれども、まあこれね、ご質問ありがとうございます。うん。で、これお答えしていきますけれども、これね、まあ正直言うとね、まあズバリね、これね、自信とかね、経験がないんだと思います。女性のね。うん。というのも、その、余裕のある男性をまず想像してみてください。うん。誰でもいいです。竹野内豊さんでもいいし、キムタクでもいいですし、誰でもいいですよ。で、その余裕のある男性がね、こういったなんか女性をバカにするようなちょっかいっていうのはかけないと思うんですね。なぜならば、まあそれをすることで女性がどんな気持ちになるかとかね、うん、そんなことをしても何のメリットもないから、意味もないから。むしろこのバカにするようなちょっかいっていうのは、いわばこう敵を増やすようなことですよね。そんなことをしたって何の意味もないわけです。でもそれをするっていうのは、やっぱり自分に自信がなかったり、どこかコンプレックスを抱えていたり、経験がないからですね、まあちょっとこう、女性を見下すようなことをしてちょっとしたこの優越感に浸りたいからなんですね、うん、だからそういった心理の表れだと思いますから、だからね、そういったちょっかいをしてくる人に対してはもうね、鼻で笑ってやったりと思うんですね、うん、もうね、鼻の中にあるね、こう空気を全部出すぐらいの鼻で笑う感じ、はぁみたいなね、ヒヤみたいな、あ、もうヒヤ笑いでいいと思いますよ。ヒヤっていうのはHERE ここって書くね、ヒヤみたいなね、うん、もうそれぐらいね、鼻で笑ってやっていいと思います。うん。またね、これの注意点としてはですね、この鼻から空気出しすぎてですね、鼻くそが飛び出ないことだけ注意していただけたらなと思います。それがね、やっぱこう飛び出しちゃうと、そこをね、今度はバカにされてしまいますから、そこだけはね、注意して、まあ鼻で笑うぐらいのね、まあ実際にやってもいいですけれども、気持ちで接するぐらいでいいじゃないかなと思います。はい。ということで、B をね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄、ご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、各種、SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますので、よかったらですね、覗いていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのスターアンセスターズというカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、突然あの人があなた様にそっけなくなったのはどうしてかということで、まあ、あなた様に対してや、あなた様以外のね、周りの人にはそうじゃないのに、あなた様にだけ、そっけなくしているのがなぜなのかっていうのを見ていきます。はい。それに際しまして、まあ、そっけなくしている理由として、あなた様へのお気持ち、そして状況の変化があったのか、そして新しい存在ができたのかっていうところを見ながら、なぜそっけなくしてくるのかっていうのを見ていきます。そして今後ですね、その仲が良かった時の状態に戻れるのかどうかっていうのもですね、見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめにいいですが、あなた様に対するお気持ちと、状況の変化が何かあったのかということと、新しい存在ができたのかどうかっていうところも見ていきたいと思います。
ではですね、見ていきたいと思うんですが、上のカードがですね、お相手の方のあなた様に対するお気持ちです。こちらがですね、お相手の方のですね、まあ、状況の変化、そして新しい存在ができたのかどうかっていうところで、全体を見ながら素っ気なくしているのはどうしてなのかっていうのを見ていきます。はい。では、オープンしていくと、迷いが出てきたというカードですが、まだちょっと慎重に考えたいっていうのも出ていますね。コンフィデンス。ワンドのナイト。なるほどですね。はい、では、見ていきますが、状況の変化ではワンドのページか。なるほどですね。ちょっと全体のカード見させてください。なんかね、正直言うと、なんか新しい存在ではないんだけれども、今ね、お相手の方としては、あなた様との関係も大事っていうのは出てるんですね。なんだけれども、周りの人からの信頼がもっと大事っていうところがあって、その周りの人からの信頼評価とかを守るためにあなた様に素っ気なくしている。いわばちょっと自己保身の感情から素っ気なくしていらっしゃるのかなっていうのは出ています。なので、ちょっとお伝えしていくんですが、ちょっとそれを表すカード、ここから見させてください。新しい存在なんですが、存在はいないです。っていうのは出ているんですね。なんだけれども、ちょっとお伝えしていくと、まずここは出たんですね。コンフィデンス。まあ、これ信頼っていうね、カードになります。信頼とか信用とかですね。を表すカードで、これがですね、まあ、これと、あともう一つのカードが出ていて、ワンドのですね、ナイトっていうカードが正位置です。で、このカードが正位置の時にはですね、キャリア上の願望であったり、目標を達成するとかですね、有利な展開、いいですね。だから周りの人からの信用とか信頼とか評価を集めていることで、自分自身がこう有利な展開で物事を進められるようになるとかですね、あとは飛躍、昇進ですね。を表して、まあ、出世とかも、まあ、立身出世とかも表します。ですから、そういった周りの人からの評判、評価、信頼、信用をですね、っていうものを、まあ、揺るがさないために、っていうか、あなた様との関係も大事なんだけど、それ以上に、その周りからの目、みたいなところの方が今は大事な、もしかしてそれぐらいの立場の方にいらっしゃるのかもしれません。それぐらいの責任のあるね、立場にいるからこそ周りの人の目も気にしなくちゃいけない。みたいなところがあって、あなた様だけにね、なかなか、こう、なんだか、エコひいきってわけではないですけれども、
できなくて、今はちょっとこうバランスを取るために、ですね、まああなた様には素っ気なくして、逆にその周りの人に対してはまあちゃんとこうコミュニケーションを取ったりっていうようなね状況なんじゃないかなと思います。で、次にあなた様のお気持ちというところで、見ていきたいと思いますが、まずここですね、見ていきます。このカードインディシジョンというカードが出ていて、迷いですね、まあ、優柔不断とかを表すカードです。別れ道の間に立っている人がいて、どっちに進もうかなということを迷っている人が描かれています。ですので、まあ、お相手の方としては、あなた様との関係を今後どうしていくかっていうところで今迷っていらっしゃる状況なのかなと。例えば、これからも続けていったり進めていくか、もしくはもう諦めるかとかですね。まあ、そういったこの分かれ道ですね。どっちにしようかなっていうふうに考えていて、まだ答えは出ていない。悩んでいる段階ということですね。で、まあ、例えば、こう、やめにするとか、諦めるっていう道も、あなた様が嫌いになっただけではな、なったっていうのではなくて、先ほどもお伝えした、自己保身のために、もう諦めた方がいいのかなっていうね。そういうことを考えて、今迷っているということになります。で、こちらのカードを見ていくんですが、節制というカードが逆位置になりました。節制というカードには、ですね、逆位置になりますと、過度の欲求ということであったりだとか、まあ、あとはちょっとこう、節度を失うっていうことで、なのでね、自分の立場とか、まあ、権威とか、状況を守りながら、あなた様との関係をも守っていくとか、発展させていくっていうのは、ちょっとこう、求めすぎなんじゃないかと、欲張りすぎなんじゃないかなっていうふうに思っているからこそ、今ね、どちらかを選ばなくちゃいけないのであれば、どっちかなっていうことを考えたときに、周りからの、まあ、信頼評価、評判とかをですね、大事にした方がいいんじゃないかということで、バランスをね、こう保つために、あなた様に対して素っ気なくしていらっしゃると。いうことなんですね。で、ここになりますが、ソードのページっていうカード、正位置です。まあ、このカードにはね、意図的な行動とか慎重な行動ということを表しますから、まあ、だから意図的にね、素っ気なくしていらっしゃるわけです。まあ、慎重な行動としてね、まあ、自分のものを守るための慎重な行動として意図的に素っ気なくしていらっしゃる。そうすることで周りの人からもなんか、あっこあの二人仲良くしてるぜみたいなね、なんかこう噂とかね、がそういったものが立たないようにするためにね、そういった理由がまあちょっと素っ気なくしているっていうところなんじゃないかなと思います。状況の変化としては、まあ、変わりそうになったんだけども、なんとか食い止めたっていうような状況だと思います。なので、ちょっとお伝えしていくんですが、まずはですね、こちらのカードから見ていくと、このカードですね、ワンドのページっていうカードですね。こちらが正位置です。このカードとしてはですね、可能性の塊ということであったり、将来を有望視されているということで、結構ね、そのお相手の方、まあ、将来を有望視されていたり、周りから期待されるような、今、役回りとか、役職とか、ポジションとか、立場とかね、責任者とかね、そういった状況なんじゃないかなと思います。周りの、期待も集めているし、責任も寄せられているというかね、まあ、任せられているっていうような状況ですね。だからこそ、そこを裏切ってはいけないっていう気持ちが出てきて、まあ、あなた様に対してちょっとこう今距離を置いて、周りの人からの期待とか信頼をちゃんと裏切らないようにっていうことをしていらっしゃるのかな。これも、まあ、ウィズドムっていうのは知恵ですね。英知っていうカードですけども、知恵を使って、そういった行動を取ったと。だから、やっぱり総合的に見てね。あなた様との関係だけをスポット的に見るんじゃなくて、総合的に見て、今自分は何をするべきかっていう頭をはかれ、働かせた結果、周りの人からの評価とかを大事にしようということですね。それを判断された。で、ここでなんですが、ソードの7ですね、というカード、逆位置です。これもね、正位置の時には、優位な立場とか有利な展開ということを表すんですが、逆位置になると不利な立場ということで、なんかちょっとこうね、その自分の守りたいもの、評価、信頼、評判とか、まあいろいろね、先ほどお伝えしたと思うんですけれども、それがちょっとこう、危うくなった時期があったんだと思うんですね。それが危機感をお相手の方の心に生み出して、やばいやばいやばいということで、ちょっと周りからの評価アップのためにいいですね。ちょっとあなた様とはちょっと距離を取ったり、そっけなくしていらっしゃるみたいなね。
まあそういった理由なんじゃないかなと思うので、なんかこう新しいね恋がたきというか恋のライバルみたいな出現ではないと思います、はい、ではですね、じゃあここからですが、またねこの仲が良かった時の状態に戻ることはできるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、では見ていきます。またねその仲が良かった時の状態に戻れるのかっていうカードです。なるほど。一応ねそのあなた様の中で今はねちょっとこうぼんやりとしてしまっているそのものははっきりとまた形作られていくっていうのが出ているんですね。クリエイティブっていうのが出ました。まあこれ創造性、創造力っていうことですけれども、今ね、ちょっとお相手の方にそっけなくされて、しまっていることでね。まあ仲が良かった時にはこうはっきりと、ですね、こう見えていた未来というものが今ぼんやりとしているかもしれません。あの時だったらば、お相手の方とこうなっていくだろうなっていうのが結構こうね、はっきりと見えていたのが今はそっけなくされたから、いや、それは危ういかも、みたいなね、感じでこうぼんやりしてしまっていると思うんですね。だけれどもそのぼんやりとしてしまっているものはまだ形作られていくというね、こういった流れになりますから、ですからですね、またその仲が良かった時の状況というのは戻ってくると思います。それは、お相手の方が守らなければいけないっていうようなこの信頼とか信用みたいなのをもう一度獲得することができたら戻れるっていうことですね。それがここになります。アセンディング・ザ・マウンテン。これ山を登るっていうカードになります。お相手の方としてはちょっとね、自分の立場とか権威とかがね、危うくなってきているっていうことで、今ね、こう山場を迎えているわけですね。で、そのこの山場を向か、登ること、乗り越えることができれば、もう一度仲の良かった時の状態に戻ることができると。だからそこを目指してお相手の方、キープゴーイングフォワードって前に進み続けていらっしゃるわけですね。今、あなた様のことを振り返っていては逆にね、またこう二人の立場とか、二人の関係を危うくしてしまうから、今はね、振り返りたい気持ちをね、なんとか心の中で抑えて、もう前だけを見て進み続けていらっしゃるということなんですね。で、その山を乗り越えることができたら、ですね、もう一度仲のいい状態というのは作り出されるよっていうのは出ていましたが、あなた様としてはどうするべきか。ここですね。The Oracle's Gift っていうカードで、神様からの贈り物っていうことですね。ですから、もう一度お二人が仲のいい時の状態に戻れるという神様からの贈り物は与えられるよ。っていうことなんですね。ですが、ここ見ていただきたいのがティーカップですね。まあ、紅茶が注がれていますけれども、まあ、こうティータイムというのはこうくつろぎの瞬間ですから、まあ、だからですね、こう、せっせね、して、その状況を手繰り寄せるとかじゃなくてですね、今は、まあ、あなた様自身も、例えば自分をいたわる期間にしたりだとか、自分にくつろぎの時間を与えてあげてですね、穏やかな気持ちで今、お相手の方を、見守ってあげたりだとか、まあ、山を越えようとしているお相手の方を、まあ、応援するっていうのもね、下手に近づくとかじゃなくて、まあ、ちょっと遠くからエールを送るぐらいにした方がいいと思います。そういった形で、まあ、ちょっとこう、くつろぎながら待っていれば、神様からのその贈り物として、また二人が仲良く過ごせる日々が与えられていきますよっていうのが出ているので、まあ、ちょっとそういった形でね、まあ、お相手の方もお相手の方の人生で越えていかなくちゃいけない山場が今来ていますから、まあ、そこに下手にね、こう、関与しせずにですね、まあちょっとこう応援してあげる気持ちでですね、まああとは自分が協力できるところを協力してあげて、ですね、向き合っていけば、またね仲の良い状態っていうのは訪れると思います。はい、はい、そしてですね最後こちらのカードで、アドバイスをお伝えしていきます。スターアンセスターズ星の祖先というカードになります。このカードの意味としてはですね、look a deeper、look a little deeper ということでね、より
深くを見つめていきましょうということで、まあ物事ね、より奥深くを見つめていくべきだっていうことなんですが、このカードはですね、今何か行き詰まりを感じている人は、視点を変えるために何か違うことをしてみてくださいということですね。それこそ、お相手の方との関係に今ね、行き詰まりを感じているんだったらば、その行き詰まりを抜け出すために何か違うことをしていく。視点を変えるためにね、違うことをしてみるべきだと。星の祖先たちがアドバイスをくれています。ですから、同じことをだけを繰り返していたり、同じ視点だけで見ていては、なかなか今を乗り越える、ね、答えっていうのは見出せないんだけども、ちょっと視点を変えてみることで、そこを乗り越えられる。でも視点を変えるには、今までと同じことをしていては、視点を変えられないから、何か違うことをしてみましょうと。いうことですね。それが今をね、切り開く、重要なね、アドバイスだよっていうことを伝えてくれていたので、まあこれもね、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回も男性心理の解説ということで、いただいたご質問お答えしていきます。今回いただいたご質問ですが、バカにされるようなですね、まあちょっとちょっかいをかけられていますと、これはどういった心理なんですかというですね、ご質問いただきました。これ男性側からされているってことですね。はい。ご質問ありがとうございます。はい。そうですね。まあ、これに関してはね、もうズバリ言うと、その男性の人がね、自信がなかったりね、経験がないんだと思います。女性に対するね。うん。で、というのも、余裕がある男性だったらそんなことしないと思うんですね。ちょっと余裕のある男性想像していただきたいんですが、余裕のある男性がこんなことをする意味っていうのは何もないと思うので、しないと思うんですね。なぜならば、こういった、ね、バカにされたようなちょっかいを出したと時に出された女性がね、例えばどういう気持ちになるのかっていうのは分かるはずだし、ね、そういったなんかこう、いわばこう敵を作ることじゃないですか。場合によってはね。自分の敵を増やすようなことをして、何の意味もやっぱりないわけですね。だからわざわざそんなことする必要がないのに、それをしているってことは、やっぱりこう自分に余裕がなかったり、自信がなかったりしてですね。で、その女性をちょっとこう見下して、優越感に浸りたいっていうね。まあだから、それっていうのはね、この経験とか自信とかね、余裕のなさをもう露呈してしまっているっていうことになりますから、だからね、それに対してはもう鼻で笑ってやったらいいと思うんですね。思いっきり。もうね、鼻の中にね、ある空気をもう全部出すぐらいでね、笑っていいと思うんですね。ヒャーみたいなね。うん、もうヒャーみたいなね。もうヒャー笑いでいいと思いますよ。HERE っていうね、英語で言うここって書いてのヒャー笑いですね。もうこれが一番鼻から空気出ますからね。うん、これね、やってみていいと思います。ただ注意点はですね、これをやった時に鼻くそが飛び出ないことをね、注意していただけたらなと思います。そのね、そこで鼻くそがね、出ちゃうとね、それをバカにされてしまいますからね、そこだけ注意してですね、もう鼻で笑うぐらいのね、まあ、実際にやってみてもいいですけれども、その後のトラブルは、責任を負いかねますので、自己責任でね、やっていただけたらなと思うんですけれども、まあでもそれぐらいのね、心理というか心持ちでも対応するぐらいでいいかなとは思います。はい、ということで、最後 C ですね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますので、よかったらね、覗いていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。